はい、というわけでね、今日は岡山県にある里庄町に来てますね。これ紅白でにもね出演した藤井風さんの地元なんですよね。これこれというか、まあ今いる公園なんですけど、この下ね、里庄町が見えます。で、まあ里庄町っていうのも、そのまあその藤井風さん本人も言ってるんですけど、まあ、特に何もないんですよね。これといったなんかそういう観光スポットもなくてという、まあいろいろ、まあその仁科記念館というか、まあ物理系でね、結構功績を挙げた人の記念館とかあったりするんですけど、基本的には何もないというか、まあこの藤井風さんがね、この歌でね、この里庄町を盛り上げてくれてるという感じに今回はなったんですけども、ちょっと今日はね、なんかそのゆかりの地をちょっと歩いていこうかなと思います。はい、まあ、ここがね、椿の丘運動公園っていう場所ですね。最近できたのかな。で、今はね、時刻が9時54分なんですけど、まあなんか時間によってなんか曲が流れるということで、で10時と15時ってなってます。ちょっと気になりますね。でもそれまでにちょっとね、回っていきましょうかね。気になるスポットもあるんで、ちょっと管理事務所に入っていきましょう。あ、こんにちは。はい。あ、実際ここ来られたんですか。あ、もう何回か来てます。あ、何回か、はい、遊びに来られるってことですか。まあ、遊びにっていうか、スタッフの人連れて、あ、上のデッキ上がったり、はいはいはい、でそこの前で踊ったり。踊るんですか。踊ってますか。多分 YouTube から出てませんかね。あ、藤井風さんが、あ、あ、はいはいはい、なんかそういうミュージックダンス。そう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 。あ、はいはいはい、あ、これ実際書いたやつですね。ですね。すごっ。はいはい。そこはもう風くんが小さい時から親しくしてて。あ、そうですか。写真もあるし、スナップ写真もあるし。 ちなみになんか音楽流れるんですかね、時間。ここ10時になったらもうすぐですよ。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、というわけであと1分ぐらいでなんか音楽流れるみたいです。で、なんかここでね、なんかそのミュージックビデオかなんかわからないですけど、なんかダンスみたいなそういうのを、まあ、撮ったらしいですね。 YouTube 上がってるということを言ってたんで、で、まあなんかゆかりの地というかね、酒屋さんとかもあるみたいで、ちょっと後で行ってみようかな。あと役場かな、あと郵便局かな。はい、でちょっとゆっくりは行っていこうかなと思います。あと1分、10時になりました。流れてますね。ちょっと著作権の関係であれですけど、
影許可もらいました。ここにも感じですね。記念にグッズ、藤井風さんファン訪問、記念にグッズ購入、ぜひ興味ある方買ってみてください。まあでもちょっと在庫に限りあったりするので完売してるやつもあるみたいですね。ですね、この里小の役場からちょっと離れたとこ、170m ぐらいのところに、里小郵便局ってのがあります。そこにも藤風さんにちなんだものが置いてあるということで、ちょっと行ってみようかなと思います。どこかな、あっちですね。そこに郵便局が見えます。で、先ほどの役場がこの目の前にあって、ですぐ近くです。ちょっと行ってみましょう。来てくれた。ちょっと入っていきましょう。撮影許可もらおうか。はい、来ました。撮影 OK だそうです。おお、2021年だから来て1年も経ってないぐらいですね。県外から来てる方もたくさんいますね。こんなに来ましたメッセージが。はい、まあこの辺結構ね、役場の辺は、まあ、役場と郵便局ですね。でまあここも商店があったりとか、この隣が里小中学校だったりとか、もしかしたら藤井風さんの母校だったりっていうことも、にもなるかもしれないですけど、ちょっと詳しくはわからないですけども、まあ、この辺が多分昔ながらの街並みなのかな。もう今やってないですけど、商店あったりとか、まあ、郵便局、里小郵便局ね。はい、で、まあ、せっかく来たので、この里小町のエリアマップですね。まあ、こんな感じになってますけど、まあ、昔ながらの建物、家があったり、工場、鴨川面とか、まあ、電子部品、こんな感じになってますね。里小町は昔のより交通の要所として絶えず経済文化の交流があり、山城があったんですね。は
はい、里庄駅に来ました。ここね、駐車場なんですけど2時間無料です。まあ、それ以降はね、まあ、200円とか50円なんですけど、まあ、探せばね、時間に関係なく無料の駐車場もあったりするので、まあ、詳しくはね、いろいろ調べてみてください。懐かしの駅ですね。よっしゃ。はい、まあ、これはね、ここだけ、これだけですね。で、あともう1個ありますね。この里庄駅があるんですけど、まあ、この高架橋ですね。高架橋に見えるかな、紅白出場の垂れ幕というか、まあ、幕が、あります。はい、まあ、ちょっと全く関係ないんですけども、気になったのが、ちょっと変わった自販機がありまして、里庄町で採れた天然の生蜂蜜っていうのがあります。1500円かな、一応500円って書いてあるんですけど、おそらく1500円っていう意味かなと思います。珍しいですね。まあ、店内はね、撮影不可だということですね。やっぱりあの写真とかいろいろあるんですよね。またその、まあ、藤井風さんの写真と、なんかその全く一般の方の写真とか、まあいろいろあったりするんで、その SNS とか、まあその YouTube とかはお控えくださいみたいな。まあそのビーズの稲葉さんの実家の化粧品店のところも、まあ同じような感じだったんで、まあそのまあ肖像権とか、まあいろいろあるんでしょうね。ミッチャムっていう看板があるんですけど、これが藤井風さんの実家が経営されていた、なんかカフェっていうか、まあ、なんかそういうご飯食べれるところだったらしいですけど、まあなんか2000年ぐらいまでやってたのかな。もう今はやっておりません。というわけで今日はこんな感じでお伝えしました。まあ、このね、風さんの実家の喫茶店とかも、やはりそのご時世でなかなか経営が難しくて畳んでしまったというような感じでございました。まあね、本当に興味ある方はぜひね、ちょっとちらっと藤井風さんがね、来たことのある、まあそのゆかりの地をぜひ歩いて訪れてみてください。はい、というわけで、またブログとか、なんかインターネットのなんかね、ここでもなんかこの辺のカフェとか
もう美味しいお店とかをねご紹介してるので、興味ある方はぜひ調べてみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。